皆さんどうも T 島です。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回はシャドウ殲滅戦難易度レベル26ですね。で、まあ、出撃制限の方に歩行と書いてあるので、まあペガサス系、あとはまあソシアルナイトとかですかね、まあ、馬に騎乗してるキャラは使えないみたいですけど、まあ難易度もレベル26なのでまあいけるでしょう。なのでこちらの方行ってみようかなと思います。さあ行きましょうかね。まあ、勝利条件がシオンの撃破および魔導士の撃破。まあシャドウ殲滅戦なんでね、もしかしたらその英雄のシャドウですかねが出てくるんじゃないかなと。まあそうなるのであれば、まあ剣槍斧あと弓ぐらいですかねはちょっと4種まあ連れていった方がいいかなと。なんだ、まあ剣士、あでもディアンがいますね。でルキナもいますし、なんだ、まあ、4人ぐらいいるんでね、剣士が。おぼろと、まあ、アクア、まあ、飛行系が使えないんでね、そうなるともう槍はこの2人しかいないんで、まあ、2人は連れていきましょうかね。であと斧はもうリズだけっていうことになりますね。ただ使える操作できるキャラクターですかね、入れ替えでちょっとアクアとルキナを入れ替えて、で斧でまあリズ、あとは弓ですかね、まあ魔導士系、まあルフレがいるんで大丈夫でしょう。そうですね、ちょっと剣士が多いような気もしますけど、まあまあいいでしょう。でまあ弓、そうですね、さくら連れていこうかな。 よろしくお願いします。まあでもまあ多分さくらかリズかどっちかは多分こっちの味方本拠地ですかね、そっちの方に向かっていくと思うんでね、まあ守りも兼ねてまあそれでもいいかなと。で槍が得意なのが、まあ左側かな。なので左側におぼろで、まあさくらも入れ替えで、わかりました。でまあ剣士はちょっと微妙にも真ん中のあたりぐらいですけど、まあまあいけるでしょう。そうですね、これで大体まあ大方、まあ、全体的にまあバランスが取れてるのかなと。でまあ敵の一応とりあえずの英雄はまあシオンだけかな。あとはこれといって出てきてないですけど、まあシャドウ殲滅戦なんでね、まあ誰がまあ出てくるのか、まあ英雄も何人か出てきそうなんでね、まあどの英雄が出てきてもまだ大丈夫なようにしておけばまあいけるでしょう。さてでは今回これでいこうかなと思います。よろしいですか。よし行きましょう。私たちさあ行きますかね。まあトータルで8人かな、8人出てればまあ撃破数も、まあ、2000なのでいけるんじゃないかなと。私も頑張るよ。あとはまあ各々、まあ、得意なところに行ってもらった方が、まあリズは結構こっちですかね、右側が有利なんで進んでもらって、ちょっとルフレとかは本拠地に行っといてもらいましょうかね、シオンと。でまあリアン、アクアはまあそのままちょっと自由行動で、でまあルキナでこっちですかね、真ん中で、まあおぼろでこっちですね。まあ当面の間はまあこれで大丈夫かなと。でまあさくらで、あ、まあ、飛行系ですかね、まあこのペガサスナイトタッチを倒していきながら、もうやっぱりシオンとか出てきましたね。それもなんか一気になんか4方向から味方拠点の方に集中攻撃をするみたいですね。おっと待て待て、そこのペガサス、制圧
です、まあ、今回多分ペガサスで通れるような場所はないので、まあ、そこまでまあ気にしなくてもいいかもしれないですけど、まあ、普通に通れるようになってるんでね。さて、まあリズの手伝いをしながら行きましょうかね。おっと、中央から、まあ、結構な数が来てますね。さて、ここはちょっとドキナに変えてサクラ戻しましょうかね。味方本拠地にちょっと行ってもらいましょうかね。さて、今度こっちかな。まあここはよく自分この五章ですかね、ストーリーモードの五章のステージなんですけど、よくここで絆ですかね、レベル上げをしてるんで、まあ大体どこに行ったらどこに繋がるっていうのはあるんでね。なんか2人ぐらい追いかけてきてるな。ミッション開始です。まあ五章だとこっちは跳ね橋になってて、まあ行けれないんですけどね、起動させないと。ミッション開始です。でまあ何箇所かはペガサスというところがあるんですけど、まあ今回はそれもまあ普通の道としてまあ移動できるようにはなってるみたいですね。もう召喚兵が上にいるか。コブ兵がいる。コブ兵はちょっと先に倒しておきたいですね。いろいろとも厄介なことをするんでね。さて、あ、シオンのシャドウかな、もしかして。そうですね、ちょっとコブ兵さっき倒しましょう。やりましたね。あなたがいてくれてよかったです。さて、まあ、あっちにもコブ兵がいる。結構出てきてますね。なんて強さだ。先にもうこいつらは倒しておいた方がいいですね。で召喚兵ですかね。おっと、味方指揮官には多分リズがついてますね。ついてますけど、あー、シオンが来てるのか。あれ、あ、そっか、シャドウを召喚したって言ってたら多分そのシャドウの一人ですね。さて、ちょっとまあリズに交代して、おなんかシオンが3人ぐらいいますね。でルキナに、あ、こっちにもまだシャドウがいるな。こっちの召喚兵ですかね。わかりました。こっちに向かってもらいましょうか。なんて強さだ。やばい、これ多分ダメージ、あ、それでもまだ 12% ぐらいですね。ミッション成功です。敵の増援です。おぼろはどこに行った。おぼろはこっちにはいない。あー、真ん中の方に行ってるのか。なに、ちょっとおぼろ戻ってきてもらいましょう。で、あっちは、はい、あー、でもさくらもいとかないと多分こっちを攻め落とされそうなんでね、とりあえず拠点兵長を先に倒しておきましょう。これ以上ちょっと雑魚敵が増えるのも厄介なんでね。うまくいきました。で、無双ゲージをちょっと回復させたい。なんて強さだ。覚醒とかは転がってないのか、どっかに。ああ、もうそうか。ミッション開始です。助けましょう。やばい、味方指揮官が
ちょっと待て、回復。さーて、これで一人ぐらいは仕留めたい。やりましたね。OK、これで回復させて。魔導士、どこの魔導士だ？こっちかな。あーでも一応アクアが対処しに行ってますね。ただそれでもちょっと微妙なので、はい、うん、そうですね、ちょっとルキナに行ってもらいましょうか。あーでこっちはシャドウか、強化編、まあこっちの方とかちょっと落とされそうですけど、まあ落とされたらまた取り返しましょうかね。ボゴロがちょうど来たので、ちょっと3すくみ有利なんで、さてそれで、ちょっとごちゃごちゃしてきましたね。まあこれでいくらぐらいいけるかな。あ、結構減らされますね。おお、結構な射程というか攻撃範囲ですね、やっぱり。さて戦況はどうなってるんだ。アクアは途中で、あ、まだこっちの方で戦ってるんですね。まあシャドウはほっといてもそのまま、まあ魔導士の方に向かってもらいたいんですけどね、ルキナは。さてちょっと味方本拠地の先に敵を片付けておかないと、落とされたらダメなんでね。これで、あーまだ残ってる、あーでも消えましたね。さてちょっと守りは任せて、この拠点を潰しつつ、まあ戦線を押し上げていきましょうかね。あ、そっか、神官がいたんですよね。ならばちょっと神官を先に倒しに行きましょうか。まあ結構回復されるのも厄介なんでね。多分これでもしかしたらいけるかもしれないですね。倒しましたね。ならばちょっとそのまま、まあ陥落寸前、まあ後でまあ取り返すとして、こっちですかね。先にこっちの召喚兵を倒しましょうか。よし、大丈夫かな。でそのままもう砦も潰しておきましょうか。結構中途半端にしてアクアどっか行ってますね。オッケー。ちょっとまあこの中の敵も片付けて、さてあとはもうあの左側ですかね、あっちの方ですね。ただルキナが結構苦戦してるみたいですね。さて拠点潰してそのままちょっと応援に行きますか。あ、
シャドウと戦ってるからか。こんなにも強い人がいるなんて。あ、かわしきれなかったか。あ、消えた。自分の責務はきっちり果たしますよ。さて、じゃあもうそのままこっちの方ですかね。落としていきましょうかね。あとはここかな。ただ一体ちょっと橋を渡っていってるやつがいるんでね。そいつを、あ、シャドウか。シャドウまだいるんだな。自分の責務はきっちり果たしますよ。多分これ一定ダメージを与えないと消えないのかな。あ、倒しましたね。さて、そのまま下ですかね。あともう砦で潰しに行きましょうか。誰が相手だろうと全力だぜ。ミッション開始です。さて、撃破数はもう十分いってますね。さて、じゃあもうこっち落としてもうシオンを倒しに行きますかね。まあ拠点はまあ何箇所か残ってますけど、まあ潰せるところだけ潰しましょうかね。時間はあと6分ぐらいか。そうですね、たまにはサクラでとどめを刺しに行きますかね。さあ、その間にちょっと拠点ですかね、潰して回りましょうかね。で、ルキナもこっちにいるのであれば、わかりました。で、リズムもまあ素材集めがてらに潰しますかね。なんて強さだ。うまくいきました。さて、こっちから行こうかな。それで次はどうするの。ここからもうまっすぐ一本道なんでね。さて、さくらは間に合うかな。よく頑張ります。壺が発見。あ、結構壺に9600入ってたのかな。結構入ってますね。何でしょう。さて、じゃあそのまま横を突っ切っていって向こうの拠点を潰していきましょうかね。あ、そうじゃないみたいですね、やっぱり。まあそうですよね、一つの壺で9600も入ってたらね、壺壊しまくれば結構お金貯まりますからね。制圧しました。まあ多分壺壊してもまあ数ゴールドぐらいでしょうね。なんて強さだ。あー、覚醒が溜まってない。まあいいや。さて、ちょうどアクアがいるんだ。アクアと、あ、でもダブル組んでもちょっと足りないぐらいですね、無双が。どっかに転がってないかな。体力回復はありますけど、あー、ないな。壺か。こっちの多分拠点の中にはお金と、あ、そう、お金だけか。まあ、こんなことしてたらね、多分時間がどんどん過ぎていくんで、もう倒しに行きましょうかね。まあ、あともう残る敵はもうシオンだけなので。まあ、そこまで多分かからないから、多分これで倒せそうですけどね。覚悟はできています。いけるかな。
おっとまだ残ってる。ならばもう一発。まあこれで終わりでしょうね。オッケー。まあ気づいたらルキナも来てましたね。まあいいか。多分ルキナの方が覚醒とか無双持ってそうでしたけどね。さてそうですね、戦績の方も S、 結構ダメージ、まあ、食らってたので、まあどんなかなと思いましたけど、まあ 31% ですね。でまあ撃破数も3614、まあ、クリアタイムも、まあ、12分36秒ですね。で S ランク報酬マスタープルフ、バトル報酬で鋼の剣と。主君を差し置いて一番だなんて。新しい武器、まあ、鋼の剣いいのかしら。まあまだ、あ、銀の斧が手に入りましたね、一本。さてそうですね、26、お次は、あ、こっちですね。でこっちは29。そうですね、あともうこの2つだけかな、20代は。なのでそうですね、次回こちらの砦制圧戦ですね、難易度レベル26、こちらの方をやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を落としさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。